はい、おはようございます。今日は令和3年2021年の4月の14日おはようございます。水曜日ですね。おはようございます。ようやく雨も上がって、暖かくなりそうなんやけど、ちょっと、冷えるとかいう予報もあったり、今はね、冷たい空気と暖かい空気の境目がね、日本列島の北へ上がったり南へ降りたり、あっちへ行きこっちへ行き、ありがとうございます。黄砂なんかもね、あれ、中国大陸ですね、大陸から、大陸でね巻き上げられた砂粒いうのが、まあこんなところまでとど、まって、南へ行ったり北へ行ったり、もうすぐね南風、大陸の方の温度が上がってですね、海の方が比較的冷たくなって、冷たくなるわけじゃないんですけどね、陸地の方が温度上がるの早いので、そういうので、だんだんあれですね、朝なぎ夕なぎの時間帯がちょっとずつずれてきて暖かくなってきますね。ほどほどに暖かいぐらいがええけどね、というところで、お隣のね田んぼは稲が終わりましたですね。奥はちょっと水入れすぎやないかと思ったり、ちょっとね水管理、今年はお米やめてますので、水見に行かんでかまーんと言いながら、やっぱり修正でしょうかね、他の人の田んぼも近所の田んぼも気になってしまうという、南国市の農業をグレートにしたいぜよ。稲作は守るというか食料、ね、大事な供給源だし、インフラとしてね捉えるべきやなと。ありがとうございます。いらっしゃい、ございますと思います。まああとあれですかね、この時間ぐらいちょっとね今日は早い目に始めました。高知市内のね学校に通学する学生さんなんか、まあほぼ数名ぐらいしかね会わんかったらですけど、ちょっと早めに始めてみると、また能動通られる方も変わって、なんとなく、まあ楽しいな、天気やなと、今日もなんか楽しいことないかなと思いながら、今日も送迎に行って、何せないかんかねや、ナビバックモニター取り付け、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫やろ。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとうございます。思いつつですね、今日まあふと、寝起きざまに寝ぼけ頭でふと気になって、まあ妄想ですけれど、なんか面白いがいないと思ったこと一つ、みかんの中からお肉が出てくる。さて何の肉が出てくるだろう。ありがとうございます。なんかね漠然と、すいません、寝ぼけや夢の中ってねめちゃくちゃなこと考えてるんですよね。やけどみかんの中から肉が出てくる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。徳島のすだち鳥じゃないけど、なんかね隠れちょってなんか出てくるいうがね。ありがとうございます。怖いような面白いようなチラリズムですね。ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。あ、そうだそうだ、と思って終わりにするか思ったらそういうわけにいかん。ちょっとですね、飲食、まあ、徳島県でも時短、さらに時短、東京都の方では永久に時短、満員電車はどうなっちゅうがと夜行性なのか、コロナは夜行性なのか、満員電車でクラスターは発生しないのか、まあそうそう、マスクはね一定低減効果はあるとは思いますですけれど、完璧じゃない、当たり前じゃあって、隙間だらけでね、密集した状態、密、満員電車っていうかね、山手線とか、大阪の地下鉄は密になってないのか、パーテーションあるの個室なの、
行ったことない、行って乗ってないと分からんけど、大阪の地下鉄は個室長ですかね、というところでもっぺん交通グレートにするぜよ。いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。